こんにちは。藤井元気です。えー、今度ですね、5月22日の土曜日に、えー、ライブ公演があります。私自身が喋ります。これは、タイトルはですね、キャンセルカルチャー。キャンセルカルチャーということについてですね、お話し,します。えー、5月22日土曜日午後の時間ですけども、まあ、講義が90分ぐらいあって、その後ちょっとお休みいただいて60分。えー、結構たっぷりですね、Q&A に、あの、時間を使います。 で、え、これに関してはですね、まあ、そのキャンセルカルチャーって考えが分かってないと、今のアメリカも分かんないし、まあ、今の日本も分かんないよ、ということで、これは、あの、非常に大事な、あの、理解すべき、アメリカで起きてる現象だし、ヨーロッパでも起きてるし、まあ、日本でももうすでに起きてる、ということですね。 えー、これをですねあのゆっくりと時間をかけて説明しますそうすると結構歴史的なバックグラウンドの話にもなってきてですねまあこれはあの現代におけるですね自由社会を圧殺する一種の社会主義革命の一つの形がキャンセルカルチャーになってますよというですね恐ろしい話になってくると思います、えー、まあ元をたどればフランス革命あたりまでですね、えー、遡っていくことができるそういう話ですね キャンセルカルチャー。えー、このキーワードを覚えておいてください。えー、ぜひ、えー、ご覧ください。これを見ると、あ、私が去年の12月11月でアメリカで社会主義クーデターが起きたんだと言ってることの意味が非常によくお分かりいただけると思うし、今その社会主義クーデターが起きた後に社会主義、社会革命がアメリカで 起きようとしているわけです当然、愛国者の人、保守の人はそれに対して戦っているわけですよね。彼らが何に対して戦っているのか。その一番のターゲットがキャンセルカルチャー。これと戦っているんだと。言ったら一番正確だと思います。民主党に対して戦っているというよりは、キャンセルカルチャーに対して戦っていると言った方が正確ではないかと。 思うんですね、えー。そのことをですね、えー、じっくり説明いたします。これ、えー、日本でですね、ほとんどの人がこの考え方について取り上げていません。しかし、これがわからないと、今の世界がわかりません。そして、我々の敵がどこにいるのかもわかりません。その話をじっくりいたします。えー、ぜひご覧ください、えー。それからですね、このダイレクト出版の方で、そのいわば機関紙としてですね、これル、ルネッサンス。 ルネッサンスという雑誌をですね、年間4号をほぼ、まあ、期間しですね、出荷週と年4号ですね、まあ、出しております。でこれはですね、えー、ルネッサンスの第6号で、これはまあ、アメリカ特集と言いますかですね、が出ておりまして、まあ、アメリカの昨年の選挙、どういうことだったのかというような話がですね、書いてあります。まあ、2021年のキーマンと、 いうことでですね、その特集もあります。私ももちろん書いております。それからバックナンバーだとですね、第2号、このルネッサンスの第2号なんですが、これが藤井元気特集ということになっておりまして、私自身の長いインタビューなどが出ておりますので、ご興味のある方はぜひご覧ください。これはあのネット上でバックナンバーも見られる仕組みになっております。 えー、ルネサンス、あの、まあ、ダイレクト出版はですね、まあ、インターネットに特化した会社なんですけども、その中でもですね、えー、こういうまあ、活字もちゃんとやっておりますよ、ということで、えー、ご覧いただけたら大変いいと、えー、思います。まあ、じっくりですね、えー、活字を読んで、まあ、私も、えー、本もダイレクト出版から随分出しておりますけれども、まあ、ネットと組み合わせてですね、 えー、活字の方の文化も大事にしてい,いきたいと思っておりますので、このルネッサンスの方もですね、えー、よろしくお願いします。ぜひ、えー、ご覧ください。結構、あの、雑誌の記事でも、まあ、短いですからね、えー、パパッと一つのテーマで、えー、本質をつかみたいなと思った時はですね、こういう雑誌大変役に立つと思います。えー、インターネット上でですね、このバックナンバーもご覧になれますので、ぜひよろしくお願いします。えー、改めて5月22日の土曜日午後、 私がライブ講義で、ライブ講義でキャンセルカルチャーについてお話をいたします。ぜひご覧いただきたいと思います。